た先ほど家の外からしゃべりかけてきたので、撮影始めました。春山聖子です。迷惑防止条例違反、追い詰めだけで本当は良い。さっき頭の中取られてたんですけども、で、その後、家の中で聞かされてた音声は、こっちで頭の中取るからっていう音声なんですけども、外で喋っていたか、もしその音声、ボリューム最大にしてヘッドホンで聞こえてないんだったとしたら、検察庁機能の方ですね。客として来てる人間の中でも、老人とかで今まで絡んできた人間、多分、ものすごい数いると思いますよ。